未知なるコラボが実現。平野仕様、大手ビール CM 共演の舞台裏に隠された衝撃の芸人とは、日本のエンターテインメントシーンが熱狂の渦に包まれています。滝沢秀明さんの新事務所とべから排出されたグループ、ナンバー、愛の一員で、豊かな活動歴を誇る平野仕様が、大手ビール会社の新 CM に抜擢されるという報道が舞い込んできました。平野仕様はこれまで、ELLEJAPON や、 ナイロンジャパンの表紙を飾るなどし、最新作では何と言ってもルイビトンとのコラボレーションを果たすなど、その実績は多岐にわたります。一方で、その活動の得意性が際立つのは、彼が SNS 上で活発な一方で、なぜか地上波テレビには一度も登場していないという点です。これはファンにとっては非常に異例であり、ますます彼の謎めいた魅力を引き立てています。新 CM の撮影が1月上旬に控えており、 その舞台裏には国内の大手ビールメーカーとの共演が待ち受けているとの情報もあります。広告代理店関係者によると、新たな CM ではお笑い芸人との共演が予定されており、1月上旬に撮影が行われるとのこと。ファンの期待が高まる中、果たしてどの芸人との共演が実現するのか、まだ謎に包まれています。一方で、注目すべきは平野仕様のお酒に関する逸話です。 彼は、お酒が弱いという話題で知られ、年に一度だけ奇跡的に酔わない日以外は、普段からお酒を控えているようです。その彼がビールの CM に起用されたことで、ファンの中には驚きの声も上がっています。お酒が苦手な彼が、どのようにビールを楽しむ姿を見せるのか、興味津々ですね。なお、彼が起用された大手ビール会社は、現時点で不明。しかし、日本のビールメーカーで、 大手とされるサントリーグループ、キリン、アサヒビール、サッポロビールなどが挙げられます。これらのメーカーは過去に旧ジャニーズ事務所のタレントを起用してきましたが、最近では性加害問題を受けて契約を更新しない方針を打ち出しています。平野紫耀の起用が、この動きの一環である可能性も考えられます。そして気になるのが、平野紫耀と共演するお笑い芸人の正体。現時点でその情報は非公開であり、 ファンたちは興奮とともに好奇心をつむらせています。CM の中での二人の掛け合いやコミカルな演出が視聴者に新しいエンターテインメントを届けることでしょう。平野仕様の新たな展開に期待が高まる中、ファンたちは彼の広告が日常に溶け込み、新しい一面を発見できることに期待を寄せています。果たして彼のビール CM はどのような新たな風を巻き起こすのか、我々はワクワクしながら待ち望んでいます。 彼の独自の魅力と、これから広がっていく新たな可能性に期待が膨らむばかりです。